演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、演舞さんに緑の中にコンビニで安いコツコツ店舗に食べたいと思います。どんな感じになっているか、確かに通常よりも天ぷらが多い気がしますね。早くないとすぐ大騒ぎにそういうことだね。ではその5分の天ぷらいただきます。天ぷら、そんなに大きいですかね。それに先に入れると、お蕎麦のさっぱり、おつゆもさっぱり美味しかったです。せっかくの分厚い天ぷらで食べるのに使わなくて、先に入れちゃうと、もういつも通りにすぐと天ぷらがふやっとして、あんまりふやっとは感じられなかったような感じでしたね。天ぷらは最後に改めていた方がいいかもしれませんね。普通に天ぷらするので、こちらの点数にしていただきたい。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。